はい、どうも SNC コンサルティングのスキュリです。お疲れ様です。あのね、メンタルサルベージャーの、商標登録が、通りました。ありがとうございます。で、意外に、早く通ったみたいで、で、その商標登録証も届きました。うん。ね。まあ、これ写真でね、個人情報、結構細かい個人情報書いてたりするんで、まあ、その上のね、上部分のね、わかりやすいところだけ、ぴゃっ、はい。ほい。うん。こんな感じかな？いいかな？はい。通ったわー。ガチ勢。ちゃんとやる。で、今回ですね、商標登録の、お願いをした事務所さんはですね、こちら。うん。じゃん。東雲だね、東雲特許事務所さんですね。東京都中央区八丁堀。にございます、東雲特許事務所さんの、にお願いしましてですね。で、この方、僕の動画買ってくれた人なんですよ。僕の動画結構購入していただいた方で。で、なんか、お返事いただいたときに、まあ、お返事っていうか、その相談とかは別に、受け付けてないんですけど、基本的にね、動画販売だけしておしまいっていう、感じですから、相談したい人は、まあ、一回だけ相談できる、あれがついてる動画っていうのもあるんで、まあそういうのを購入していただければと思うんですが、今の現在としてはね、相談っていうのは、まあ受けてない状態なんですが、普通に、ただ、お返事だけはしてくれる方がいて、で、そのお返事をだいぶ前だね、だいぶ前に、弁理士の誰々ですっていう風に書いて、で、お返事をいただいた方のことを思い出して、たまたま、あれ、弁理士って、あれ特許だ、商標権って言ったら弁理士だよなと思って。で、思い出してご連絡をしてですね。月折ですと。以前は動画購入していただいてありがとうございましたって。で、何々さんは、弁理士さんでいらっしゃいましたよねって。今回商標権のこととかって何かやられたりしてますみたいな感じの話をしてですね。で、お願いした次第の関係性なんですよ。会ったことないんですよ、もちろん。会ったことないんですけど。でもまあちゃんとやっていただいてですね、まあ例えばその地元、例えば札幌とかにもまあ近場にそういう特許事務所とかがまああるはあるんで調べたりしてたんですけど、いや筋だべとここは筋だべと思って、でその僕の動画を購入していただいた方の中でそのまあスキル持ってる方がいたんでお願いしたっていう、そちらにお願いするのが筋だべと思ってですね、で筋を通させていただいた結果、すごく素敵な、取引ができて、で、まあ、いろいろお話も聞かせていただいたりとかですね、してですね。うん、素晴らしい経験になりました。で、メンタルサルベージャー協会は、これで、僕らだけだ。うん。誰も使えない。使ったらなんか対処すればいいでしょ？うん。で、これ、期間10年だね。これが特許事務所の方から、特許庁から送られてきて、うん。ここに10年で書いてあるんですね。平成40何年まで。うん。まあ2028年。まあその当時、10年後はもう平成じゃないと思うけど。で、あと今、そのね、まあもうそろそろその第1期生が卒業しますんで、でその認定証、これぐらいのちょっと大きめの症状とか、あとはその、いろいろそこに押すね、僕の印鑑の大きいやつとか、あとはそのちょっとしたカード型の持ち運びできるその証明書的なものとか、まあ、発注してすでにまあ、置いてあるんですけど、でその完全に終了したらですね、それをお送りしてでやってくっていう感じだから、まあこれからの時代ですからね、多分ね、みんな悩んでいくと思うんで、やっぱりその物は物やってるビジネスことダメっていうわけじゃないですけど、物はやっぱり売りづらくなると思うよ。僕いらないもんだって今本当に。だからスーツも、もう、3着、4着だね。あとあれでしょ、その喪服的なスーツ、ダブルのやつあるんだ。そしたら5着でしょ。もういいじゃん、もう。その破けるまで着てればいいじゃないですか。スーツとかね。服。まあ服も、うん、そんなに別にいらないよね。
なんかおしゃれなものがあったらまあ買いたいなとは思うけど、今現状ね、そのまあ子供2人目もできましてですね、そんなこと言ってる暇もない。髪の毛も切れてない状態で、美容室にも行かないとなっていうのもあったりとかするぐらいで、あと本は何もその相手の情報とか何も見ず、その店の信頼性とか何も考えず、とにかくアマゾンで一番安い中古の本買うだけ、新刊とか僕はあんまり買わないね。まあちょくちょくは買ったりするんですけど、新刊本とかあんまり買わないですね別に、これはまあ僕のどうなんだろうね、いいところなのか悪いところなのか分かんないですけど、5年とかだったらあんまり、5年ぐらいのブランクだったら別にね、社会の状況って趨勢ってあんまり変わってないと思うんで、まあ本買うで、ゲーム、モンハン、まあプレス4持ってないからね、モンハン大好きだけど、モンハンワールドは別にやろうとは思わない。いまだに、モンハン4だよ。4G じゃないよ。4G もあるんだけど、4G のあの余計なあれいらねえなと思って、4でギルドクエストずっとやるでしょ、暇な時は。時間潰しというか休憩ね。ゲームももう別にいいし。そういう人たちが多いんじゃないですか。で、車もみんないらないって言ってるでしょ。腕時計も別に、まあ何個かあるからもういいや。ああ、メガネ。メガネもまあ、別に問題ないからね。だからそういう時代なんですよ。物が多分あんまり売れない。僕らあるんです。日本っていうのはすでに豊かなんです。みんな。ね。生活保護だとか、その借金で苦しいって言ってても生活できんじゃないですか。だから豊かは豊かなんで、そうするとね、心の問題になってきます。だから、もしあなたが、それこそそもそもね、カウンセリングとか人の悩みとか、そういうところに、まあ、興味があるっていう方はですね、メンタルサルベージャー協会入っていただいて、で、まあ、入会費用はめっちゃ高いですけど、今は、僕が集めてるのは幹部ですからね。幹部メンタルサルベージャーっていうのを集めてて、その一般のね、会員さん募集ってして、普通に、まあ、加盟するにしたって数千円とかの、一口数千円とかの金額で会員になれますみたいな感じのことをやるのは、もうちょっと先だわ。今僕は僕の舞台を作ってるんで、幹部を作ってて、僕のその直接のね、僕の意思を継承していただいてる方を、作ってるところなんで、まあ、だから高いんですけど、まあ興味がある方はそこにお申し込みしていただければ、僕の持ってる全部を完璧に全てお伝えしますんで、あとはそうだね、まあ、何やったらいいか分かんないっていう人で、まあ人と話すのそんなに嫌いでもない、全然人と話せないって人は正直向いてないですけど、何やってるか分かんなくて、でもまあ人と喋るの別に嫌いじゃないし、そんな好きでもないけど、まあ人の心を助けて、まあありがとうって言われるんだったら、それは素敵で、それはそれで素敵かなって思う人とか、あとはそうだね、まあやっぱり人の心を助けるのは、正直文化と伝統に根ざしてないやつは人の心助けられないんですよ。だから僕ら日本に住んでるんで、日本の文化と伝統をある程度分かってないとダメで、アメリカに住んでる人だったらアメリカ的な価値観分かってないと、アメリカ的な価値観のその社会で困ってる人なんだからね、例えば僕はアメリカ人は助けられないよ、困ってても。そっちの文化が分かんねえ、どういう文化の中で、どういうその社会の中で、どういう伝統の中で生きている奴らとの絡みの中でトラブったかがわからないからです。だから助けられないんですよ、違う文化の人は。人間の悩みって、他人との関わりの中でしか出てこないからね。絶対に。親とかもそうでした。他人っていうか、まあ、親は親だけど、まあ、人間個々人で考えれば他人でしょ。他者との関わりの中でしか悩みって生まれてこないんですよ。他者との関わりっていうのはその土地その土地特有のものなんで、その文化伝統特有なものですからね。だからその日本の文化伝統を好きっていう人に関しては、まあ入っていただくと僕のその全ての考えが、
全部お伝えできるので、それはすごく勉強になると思います。我ながらというか、まあ自負はあるね。自負、自信はあるわ。あ、そうっていうことがたくさんあると思うんで、そういう人もまあ入っていただいて、でそういう人は正直別に仕事にしなくても助けられるようになる。だからその意識的に頑張らなくてもですね、やっぱりその日本の社会ってこういう感じ、日本に住んでる人ってこういう考え方してるとか、なぜならこういう文化伝統の中でこういう文化的な背景のもとで、日本人中のは生きてきたからこういうところで悩む、それで文化伝統分かってると、なんだろう、普通に相談されたりとか、困ったんで助けてくださいみたいなことを周りの人から言われたりとかして、ああそう、それぐらいでいいんだと思った時に収益化始めればいいんじゃないですか。要はその仕事を副業みたいな感じでしてもいいしさ、それを自分のその下の人間に教えたりとかもいいと思うし、まあいろんなその発展はあると思うんで、まあとにかく人の悩みに関わっていくっていう可能性がある人で、本気でも関わっていくと決めてる人で、自分もそのすごく悩んでた人ね、ここうつ病だとか、そのメンタル的にどうだとか悩んでた人とか、あとはその日本の伝統文化に、興味がある人は、幹部メンタルサルベージャーとしてのになる資格を有するっていう感じですね。で僕は最終的に、そう聞いてくれる、僕最終的にその喋ればいいだけの立場になりたいの、これ僕の夢。なぜかっていうと、まあ体力衰えていくからなのと、これね写真に載せとこうかな、あの動画だと多分ね、動画っていうかビデオだとピントが合わない可能性があるんですけど、僕ね老人感っていうね、もう目が痛いんですよ。とにかく俺失明はしないと思うけど、相当目見えなくなると思うんですよね、あと 5,6 年とか5年10年で。老人の輪っかと書きましてですね、老人感という、その目の病気じゃないですけど老化現象がありまして、でどういうものかと言いますとですね、目あるじゃないですか、こうやってこれ目玉ね、でここに黒目がこうありますね、黒目が、この白目部と黒目部のこの輪っかのこの丸いところが、そのわわわわわわんと白くなってきてるんですよ。この部分がね、境目の部分が白くなってきて、黒目部が狭まってきてる感じ。これね、自分のね、おじいちゃんおばあちゃんとかお父さんお母さんの顔見てみ、目見てみ、みんななってるんですよ。でもこれね、なってくるのはね、なんか5、60からって書いてたよ。俺38だけど今。はあ、で、わかんなくてそんなの最初。はぁ、あ、何これと思って、俺、やべえ、これ白内障になるんじゃねえのかなと思って調べたらさ、やっぱりネットに書いてあってさ、皆さんこのね、その黒目と白目の境目の部分にね、白いのが出てきて、この白いのがこう侵食してきてるわけですよ。なると、白内障になるんじゃないかっていうふうに心配される方多いですが、これはただの老人感と呼ばれる老化現象ですって。絶対ここ鈍ってくるんですみんなって。白く濁ってくるんです。白内障とかの場合は、ちょっと目玉の中心部分ぐらいからボワーンとくるんで、この真ん中来てなければ大丈夫ですっていうことが書いてて、ああよかったと、白内障じゃねえわと思ってさ、老人感ですよ。もう僕の目は過労に過労を重ねてね、もうそのお年寄りなんだと、それはね視力 0.01 でもう測れないレベルですから、いつかマジで俺目見えなくなるんですよ多分。それは覚悟してる。その時にさ、パソコン打てないし物書けないし、まあボワーンとは見えますけど、見えなくなるんですよね。だから街の景色とか見ても夜景ね、普通にさ、そのまあ、今僕の自宅は4階にあるんで、4階から街の夜景が見えるんですけど、見える位置にあるんですけどね、窓から見える窓があるんですけど、夜景見るとこうさ、家の光とかさ、車の光とかさ、街灯の光とかがさ、普通の人ってそっから見るとさ、多分これ街並みだとしたらさ、こんな感じぐらいでさ、こう街灯が立ってたとしたら見えない？多分大きさ的には。僕こうしか見えてないですからね、これ真ん中ないの。だからすっげえ綺麗な世界だよ。
万華鏡みたいなので、これがねこうキラ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 ーンってしてるんですよ。人間の世界とは思えない、本当にもう宝石箱の中、もう、何見ても宝石箱ですよ。言ってる状態だよね、はあ、しか見えないんですよ僕目が。だからいつか目ダメになるんで、目ダメになる時までに僕喋ってればいいっていう斉藤ひとりさん的なね立ち位置に行きたいんですよ、うん、そのために僕今頑張ってるんですけど、だからその幹部のその僕が目見えなくなるまでに皆さんに僕のその今までやってきたこととその倒してきた相手とその全てをお伝えしたいんですよ、うん、でその僕まあまあ、自信はあるんでっていうか、我ながらまあ、うん、やってきたなっていうのは正直あるんで、これをその、あなたのね、脳の中にインストールしてもらえれば、あなた自身人生楽になるし、たくさんの人たちを助けていけると思うし、うん、で僕はこうやってその目見えない状態で、こう、杖とかね、50歳、60歳になったらもう多分杖ついてるんで、杖とかそこついて、こう、登壇してね、皆さんって、私目見えませんがって、月折ゆうやと申しますってやりたい。去年の12月にはさ、これ別のチャンネルだったかな、まあとにかく肺がめっちゃ痛いっていう話をしてたと思いますけど、まあどんどんね年老いていくね。でこれは僕にとって、まあここからまあ雑談なんですけど、すごく嬉しいことでさ、僕の命が吸い取られていってるってことでしょ、うん、命が吸われていきますって、誰に、自分の家族に、すごく幸せなことで僕めっちゃ嬉しいんですよ。明らかに俺のエナジーがね、僕の子供ね、その2人目の子供、あと奥さんね、僕のまだ生きてる母親、あとその妹夫婦とかに僕のエネルギーがどんどん吸い取られていって、で僕一生懸命その動いてるから仕事もして、でその家族サービスとかもして、であとはあなただよね、そのメンタルサルベージャー協会の幹部たちももうそうだし、でその僕の動画を見てくれてるあなたもそうだし、そのために一生懸命動画とかで話したりとかして、僕の体力が完全にみんなに奪われてってるのは本当に嬉しいんですよ、うん、まだ死ねないけど、まあ幸せだなって思うね、うん、幸せ、本当にこうだからその老人感っていうのができた時もなんかすごい幸せだった。俺はやってんだなっていう、ちゃんとやってんなって、ちゃんと体がどんどん衰えていって、みんなに与えるべきものを与えて、多分俺っていうのは終わっていくんだろうなっていう、うん、何も与えられないまま終わる人間ではなかったようだ、実際にこれだけ頑張って体は悲鳴を上げてるって、で俺の体持ってくれだよね俺の体持ってくれ状態で、あのなんだ海洋圏頑張ってるっていう、うん、状態だなっていうのが実感できてさ、この目のね老人感っていうのができてて幸せだ。あなたのおかげで僕は幸せで、僕の家族のおかげで幸せ、本当に幸せだから分けるね、うん、マザーギフトじゃねえけどちゃんと分けるからさ、うん、その頑張ってね、まあ、動画更新したりとか、まあ、いろんな経験したりとかして、これからも疲れていくからどんどん。ね。あなたも頑張っていこう。うん、ここまで別にしなくてもいいけど、うん、僕の何かを受け取っていただければと思います。例えばこういう話からでも、あ、そう考えるともうちょっと頑張れそうだなとかって気持ちになれるかもしれないしさ。ね、なんか受け取っててください。はい、今回は以上です。そんな感じでね、まあメンタルサルベージョ協会も頑張っていきながら、 SSC の方も頑張っていきながら、まあその他の事業、僕の事業知ってる人はたくさんいると思うけど、うん、そっちの事業ももちろん頑張っていきながら、全ては一つですからね、僕にとっては。困ってるやつ助けるっていう、 SSC もそうですよ、困ってるやつを助けてるだけですからね、僕助けられる範囲であれば全員助けるっていうだけなんで、うん、その中で得意分野があって、で2番目に得意なものがあってとかありますけど、うん、まあとにかくそれしか僕はやってないね。ああ幸せな人生だ、よかった。今回は以上です。 SSC コンサルティングの月寄でした。ではまた。